アメリカのバイデン大統領は国連総会の一般討論演説でロシアに対し国連憲章に違反したと厳しく非難しました。 バイデン大統領はロシアを名指しで批判していますがロシアの代表者は席を離れることなく耳を傾けています演説の大部分をロシアへの批判で構成したバイデン大統領は新ロシア派が計画するロシアへの編入に向けた住民投票についても偽りだと断じ極めて重大な国連憲章違反だと重ねて非難しました。その上で 国連の加盟国として明確で揺るぎない決意でウクライナを守ることを誓うと強調し各国に連帯するよう求めました。